じゃあ、ですね、今回はですね、前回の動画でも話してた、ラッパーを今、アーティストとしてやられてるので、まあ、そういったちょっとルーツを、どういうふうにラッパーになったんだとか、まあ、こういう関係だったりとか、ね、まずじゃあちょっと、はい、今の、まあ、自己紹介から、はい、そうですね、アーティストとしての自己紹介を改めて、はい、お願いします。ジゴロジャック、Z56 ジャックで、はい、ジゴロジャックとしてラップやってます。ジゴロジャック、なんでラップになりたかったかって、正直興味あんまりなかったんですよ、はい、僕ら暴走族なんで、はい、ギャングのルーツと暴走族のルーツってなかなか違うんで、はい、音楽も聴かなかったんですけど、まあ、当時ずっと悪いことばっかりやってて、はい、トータル自分13年ぐらい塀の中いるんですけど、あ、そうなんですか、はい、そんな時にこのままでいいのかと思って、誰かに殺されるか、誰かあのずっと刑務所かなって、そんな人生ちょっとつまんないなってふと感じちゃって、でやりたいことってなんだろうって思った時に、たまたま、まあ仲いい、ずっと一緒にいた人間で、今日本撮ってる、はい、ラッパーでリキダリダリってのがいるんですけど、ああ有名ですね、はい、僕も結構音源とか、あの本音とか、あ、そう、本音は本当に一番最初の曲なんで、そうで、僕はあれ、あの歌詞とか、はい、なんかもうヘルメットでぶん殴られて、はい、なんか団地からとか、はい、PV とか見て、はい、うわ、なんか車上とか、これはなんか、はい、あの歌詞は結構な自分も思う部分が結構あったかもしれない、はい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 、なんか先輩からやってるなんかな、あれ結構自分本当好きで、いや本当に彼も今日本一なんですけど、はい、本当にもう底辺からずっと一緒にいて、なんでこの変わりようにもびっくりしてるし、はい、でもずっと誘われてて、でも当時できなかった理由があったの、はい、ちょっと遊んでた組織に属してたんで、はい、やきもち焼かれちゃったり、そんな今はなんか YouTube とか出てるラッパーとか多いんですけど、はい、当時はそんなダセーことすんなよみたいな感じだったんで、ちょっとやりたいことって言ったらそれぐらいだったんです、はい、だけどもう人生一回だからやりたいことやんなくちゃなと思ってやろうと決めて、はい、そういったしがらみとかを切りながら、はい、切りながらって言っても切れるもんじゃないんですけど、あ、そうですよね、まあ、ちゃんともともとお世話になった人に自分ちょっと他の人にはつくつもりはないけど、はい、音楽やっていくって話をして今に至ります。じゃあ今もじゃあイベントだったりとかで、はい、たまに、そうですね、自分、ジゴロジャックなんで、はい、人のライブをジャックしに行くのが、あ、なるほど、なかなか、なんとなくやってるんですけど、あ、そうなんですね、え、はい、いきなり乗り込むんですか、あ、はい、で、それ、ジャックっていうのは、もういきなり歌うんですか、自分の音源流してもらいながら入っていったりとか、はい、で、はいはい、まあ、その文化っていうのは、もともと妄想族っていう、まあ、ハンディアだったり、桃太郎とか、はい、まあ、その辺がやってた行為なんですけど、はい、あそこが、まあ、剣桃太郎も今付き合いがあるんで、ああいやもう妄想族とかよりもガキの時、はい、思いっきし聞いてましたよね、はい、その辺のちょっと劣りながらやってます。あ、でもめちゃくちゃ有名な方と、そうですね、ですよね、たまたま有名になって、周りが有名とか、有名なんですよ周りが、ああそうですね、はい、環境はいいかなと思いながらも、でもそのレベルまでできて当たり前な環境なんで2年ぐらい前なんですよ、初めて、はい、言葉を出すようにしたの。あ、じゃあ、はい、ラッパーとしてアーティストとして活動したのは2、はい、3年ぐらい、いや、音源を出したのは1年前ぐらいです、はい、まだ1年経ってないぐらいで、その、まあ、リッキーが使ってるアルバム、リッキーがチョイから帰ってきた時の、はい、アルバムと次に出したセカンドアルバムでも、まあ、自分の曲を使ってもらったりしながら、あ、じゃあそのリッキーさんの、懲役、あれは水戸かなんか言ってたんですか？そうです。その時のアルバムに、リッキーダディダディもそうですし、次のクラシックライセンスっていうのも、はい、それぞれアウトロとイントロで、はい、自分の曲を少しずつ出しながら。あ、そうなんですね、はい、これちなみに僕多分その iPhone に入ってますよ、アルバム。うーん、はい、はい、まあ自分との会話でアルバムできたよと、マジで、でそういう会話から始まって後ろに自分の曲が流れてる、だからコアのファンたちはまあ追ってくれてたり、あ、そうなんですね、はい、まだ今アルバムも作りながらなんですけど、そろそろ出すんで、はい、イベントは主に東京ですか？いや、まだこの間ちゃんと呼ばれて、フライヤーって言うんですけど、それに乗ったのは沖縄だったり、沖縄、はい、沖縄で、まだその枠の自分の簡単には安売りしないでくれっていう話もされてるんで、あ、そういうことなんですね、
ヒップホップって言ったら今最近なんかバッドホップが何どこと揉めてるとかなんか、はい、いろいろ起きてるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとあんまり詳しくはないんですけど、はいはい、自分、まあ、視聴者目線あのこれって言えるんですかね。でも視聴者目線側からちょっと気になるなっていうところなんか最近もなんかニュースにな、あ最近だとなんかそのなんかまああのムートンでしたっけ、はい、なんかあのリッキーさんがガン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 なんかあれ有名ですよね。まあそうですね、ムートンも同じメンバーなんですけど、はい、ちょっとムートンの話は違うですね。なんかもうあいつがサルサに行ったんで。ああそういうことですね。そこはちょっとあれ見てですね、はい、あの本当に行っちゃったんで、はい、ちょっとムートンはもういいかな。いっぱい可愛がってたんですけど、リッキーももちろん、しごきもあったっす。あそうなんです。やっぱ成長してほしいから、それって仲間内でもあるじゃないですか、はい、自分も仲間内にもっとこうしなああしなってよってやっぱ言われるんで、悔しい思いしながらもやっぱいい作品を作るためには必要だったんで、なんであいつが札に行ったんでダメです。あ結構多分みんなが実は知りたいところ、はい、ですよね。だけどまあ、まあ、コーギーホワイトにはなれなかったってことですね。僕らが名前作ったんですよ。あそうなんですか、はい、本当はムートンだったんで。そうですよね、はい、ただ追いつこうとしていい仲間だったんですけど。ブレイキングダウンのあれってやったんですか。セコンド米王だっけ。米王のセコンドも妻高橋で、あセコンドに、はい、田中の先輩も津田沼の先輩なんですけど、これが面白かったのが、はい、あの青汁王子をさ普通にさハンコチ王子って間違った動画を送られてきて、普通に素で間違えてて、ハンカチ王子ハンカチ王子ハンカチ王子って野球の斎藤佑樹、あ斎藤佑樹、それと間違えて青汁、あそうか、あそうですか、あまあいろいろ素で間違えてるね。今だったらあのディオ君、あ有名な練馬座ファン、最近なんか話題になってますよね。はい、なってますね。チーム友達、やっぱりそのチーム友達の中にやっぱチンコロしてる人間たちがいて、これあれじゃないですか、本当にうちうちの話だから結構聞きたい。うん、まあ買っとこにして、いやいやいや、まあ、それはもう少し、ね、自分がまあ元々もう一人も遊んでた人間がいるんですよ、はい、千葉の、はい、それもラップ今やって、悪いこと一切やめてちょっと音楽だけで飯食いたいっていうやついたんで、ちょっと一緒にじゃあやろうかって、ちゃんと筋道を正す、どの世界でも、暴走族でもヤクザでも一般社会は分かんないですけど、こういう世界でも筋道って大事じゃないですか。もちろん、はい、恩は返すし、だったら返す、受けなければいいしとか、はい、その辺をチームチンコ、友達に対してチームチンコロ、まあ、組織みたいな話をして、はい、でディオ君が先に出したんで2発目は自分らが行くんで。あ、本当ですか、はい、それもちょっともうちょっとしたら出しますんで。へぇ、そのチーム友達の件に対して、はい、それは自分のメディアじゃないですか、このあれ、これめちゃくちゃ再生回数が再生回数がこれ、まあそれはちゃんとディオ君にもちゃんと許可取って本当ですか、はい、やってるんで、はいはい、まあヒップホップって言ったらね、やっぱりアングラの話多いですよね、そういう。そうですね、フェイクとリアル、まあ、結構ヒップホップ界ってリアルとか言ってるんですけど、あなんか嘘っぽちばっかなんで、あじゃあそういうのも聞かないですねえ、俺ちょっと純粋に聞きたいんですけど、はい、ヒップホップラッパーとかっていうのはそのやっぱりもっと悪いことしてた人しか認めないとかあるんですか、そういうのって。あジャンル、まあ、僕らの中で今はラップとヒップホップが一緒になってるんですけど、僕らヒップホップって生き方考え方なんで、のろに世界でも多分あると思うんです、こう曲げられないところ、意地をどこまで通せるかとかもあると思うんですけど、自分らの中じゃ認めないですね、そういうやつは。あちゃんと、うん、フェイクばっかなんで、まあ、確かに耳心地で乗るのがいいっていう一般の人たちもいるんですけど、やっぱ心を動かしたい。あなるほど、はい、やっぱその、やっぱ僕が言ったら本音、リッキーの本音とかだったら、うん、なんかそういう、はい、追い立ちしてる人が聞いた時に、あ、なんかこういうのあるなみたいなのと共感できる、はいはい、やっぱラッパーって自分は好きなんで、はい、俺もできるかもしれないと思うじゃないですか、そんな、なんか、あ確かに、うんうん、そうだと思うんですよね、俺も音楽で救われたんで、はいはい、あれなんかサラリーマンっぽいラッパーの人気ある人とかいるじゃないですか、なちょっとスーツ着てる人といっぱいドタマじゃないですかあれかか会長だか教授っていうラッパーの人いません、ちょっと名前忘れたんですけど、スーツ着てサラリーマンっぽい見た目で結構売れてる人、ドタマじゃないですか、ドタマじゃない、あ分かんないですね今ちょっといます、普通の人もいます、もちろんメディアに出てる
はい、アベマ TV とかよく出てるような。アベマ普通 の, あの民放で出てるのもやっぱ真面目な人はいっぱいいます。そういう人たちに対してはどう、うん、思うこととかあるんですか。ない、まあ、何がいいのかちょっとわからない。何を、まあ耳心地はいいのかもしれないですけど、いいんだけじゃないんで。まあ要するに J-POP 的なノリみたいな。そうです、今は、はい、そんな感じがしちゃいます。それはまあ彼らは彼らでいいんじゃないのかって思っちゃいます。だそういったアーティストがあのそういう経験をしてないのにそういう悪い話とかの曲を出すのはちょっと認められないよ。それはもう続けます。そうですよね。でも、はい、そういう方はそういう方で、そういう悪い話歌う、そういうなんか歌詞載せてないじゃないですか、そういう方って。だそれはそれで自分は、まあ、聞く側としてはまた違った感覚なのかな、うん、まあ、それはそれでヒップホップなのかな、ね、みたいな認識なんですけど、はい、そうですね、ジャンルです。またバトル系とストリート系でやっぱり違いますし、うん、そうですよね。アメリカとかああいうとこのラッパーではなんかお手本にしてるとかあるんですか。は特には自分は好きになった人間しか曲は聴かない。あ、はい、ちなみにどういった方の曲を聴きますか。自分はやっぱ会って興味がある人間とか、最近は音楽向こうの音楽聴けって言われるんですけど、はい、参考にっていうよりも、うん、なんかフローってるそのノリ、はい、だけを参考にしてるだけ、言ってることもわかんないんで、はい、まあこれちょっとちなみに P は入れるんですけど、うん、あの逆に、まあ、そういう悪い、まあ、歌ってるんだけどこいつフェイクだよみたいなアーティストってちなみに どの自分は懲役裏話でこいつ実は嘘じゃんみたいなのは、これは P、 アーティストも P 入れるんで、はいはい、それちょっと教えてもらいたいですね。まあまあ、コピーで、ね、はい、そこは自分たまたま懲役で独居いるときになんか流れてきたんですよ、はい、聞いたことあるか銃声みたいなこと言ったんですよ。それちょっと引っかかっちゃって、それに対してちょっと書いてたんですよ、あの朝、はい、それで起床前だったんでバレてそのまんま職場連れてかれたからちょっとムカつきます。ああ、なるほどなるほど。握ったことねえだろと。なるほどなるほど。結構言ったら有名どころですね、かなりね、もう有名な、うん、うん、でもそれで自分ら仲良くしてもらってる一回あったんですよ、そういう、ああのディス曲みたいな、ディスり合いはしてたんで、はい、はい、多分フェイクだと思います。あ、なるほど、はい、最近のアーティストだとこうどうですか。いっぱいいますね。あ、それちょっと聞きたいこれ P 入れるんだ、はい、まあ、あいつがやってることはまあもともとお世話になった人に疑惑縁切って、あの切るならいいんですけど陰でやってることとかもやっぱりおかしいし、あ、だったらちゃんと訂正して俺はこう行きたいからこう行きますって言うべきだと思うんで、はい、あ、なるほど、はい、あとはあ、これは多分知名度的にはもうトップぐらいですじゃないですかね。僕らは襲撃してるんで。あ、そうなんですか、はい、とある、まあ、YouTube とか検索すれば、うん、あ、僕最近の、はい、あの2回行ってるんで。あ、2回行ってるんだ、はい、で、そうですね、2回目の方が賑わってて、はい、僕らのビール瓶で殴られたりとか。あ、はい、あっち側にいいっすか。はい、向こうも体勢整えてたんで5、60人いたんですよ、はい、不良の方もいたし、そこに5人ぐらいで突っ込んだんで、はい、マイクジャックでそのマイク取ってどうすんで、こっちはアポはあの沖縄のライブの時とか、はい、あのオファーとかしてたりしてた、あれももともとはフックアップってヒップホップ界の中であのそういうあのルーツがあるんですけど、例えば仲間とかを、はい、を自分以外に仲間を盛り上げて相乗効果どんどん盛り上がっていこうみたいな、もともとそうやってフックアップされた人間に対してなんか距離を置くようになって、あ、自分もその相手仲間なんで、はい、一緒にそれはねえだろうということをしてました。まあ、今出た名前っていうのはですね、結構みんなが知ってるような有名なアーティスト、ラッパーに興味ない人でも知れ渡ってる名前ですよね。そうですね、全部。そうですね。結構だから流行ってるって言ったらあれですけど、まあ裏話ですね、かなりの、ね、これはすごいディープで、うん、そうですね、面白い。そうですね、うん、その次のライブが川崎で予定されてたんですけど、はい、それもキャンセルになって、ああ、有名な、これ多分もう分かっちゃうかもしれないですけど、うん、まあそうですね、はい、まあ本当はどうでもいいんですけどね、ちゃんと連絡さえくれれば。ああ、そういうことなんですね。逃げ、うん、そうです。結構ヒップホップ界隈でもやっぱいろんな
つながりがあったりとか、まあ、不義理しなかったりとか、まあ、そういったとこをちゃんと道筋正していかないと、はい、やっぱ何でもありになっちゃうじゃないですか。うまくいけないというか、はい、うん、だからそのメディアに出てるだけがこうなんていうんですかね、全てではないっていうところですよね、うん、俺が知ってるのは埼玉がヒップホップは多いっていうイメージだね。あ、そうなんですか。まあ川口とかあのいいクルーたちいいチームたちもいますし、はいはい、その辺は全然あのよくしてもらってるし、お互いに、はい、埼玉か横浜ってイメージだね。横浜逆にはい、あの先輩もいますし、はい、あの仲良くしてる人間もいます。横浜だとちなみにどんなアーティストの方ですか。もともとスカーズのあー、はい、タガ君だったり。ああ、本当ですか。タガ君あのよくしてもらってます。あ、そうなんですね、はい、今度あのタガ君のイベントにも呼ばれてた。あ、そうなんですね。そうです、ね、あとはその辺の界隈のあのソノヤっていう若い、はい、もうちょっとだけ年下なんですけど、はい、その辺は仲良くしてます。あ、そうなんですね、はい、横浜もラッパーの方とか結構多いと思うんですよね、うん。今はもう、ではもう、ラッパーになってからは、もう白いことしかしてない、はい、そうですね、いろんな人はいると思うんですけど、何やってんのかとか、基本的に案件屋で名前やってるんですけど、仲介を取って、まあ、確かに自分も現場とかの仕事やってるんですけど、はい、自分は現場出ないんですけど、仕事を振ってとか、で、やってる。なるほど、はい、頭いいんですね、はい。まあ、そういった感じですね。じゃあちょっと最後にラップのなんか紹介みたいなと、なんか曲の紹介とか、なんかあれば。一回、はい、そうですね、もともとチャンネル自分らのやってたんですけど、一回ムゼってレコードつって、リッキーのところからもう一回上げ直す予定があって、今回出してた YouTube メンバーはないんですけど、調べればアップルミュージックとか、Spotify とか。じゃあ、そのリンクみたいの、まあ、ここに。あ、そうですね。あ、はい、リンクは貼らせてもらって、はい、はい、それでちょっといろいろ見てみて、チェックしてもらって。最後にちょっと聞きたいんですけど、はい、そう、さっきちょうど話してたんですけど、はい、最近音楽業界って CD がもうないじゃないですか、はい、それどうやって儲けてんだろうなと思って。あ、もう本当に正直な話、はい、1曲250円ぐらいです。あ、そうなんですよ。ああいうので買うのってもう200円とかだから、あの、アップル、アップルとかで、はい、それどうやって収入得るんだろうと思って。それが収入です。あとはサブスクっつって、あの聞き放題が入ってる人とかだったら、まあ 0. 何円、そういったもので脳収益だったり。でも自分は音楽の収益は全部あるところに基金入れてるんで、あのそれは子供たちのために、お、将来 の、はい、のために。別にお金のためにやってないから嫌われやすいんですけど、俺はあのラップで稼いだ金は別にそれで生活はしてないんです。あ、そうなんですね、はい。じゃあ最後になんか伝えたいことは。あ、そうですね、とりあえずもしこれチャンネル見てもらってる人たちはストリートの方が多いと思うんですけど、はい、確実に何かを持って変えたいと思ってるんで、それは思考だったり、思考が変われば人は変わるんで、まず、はい、そういった動きを伝えていきたいんで、まずは聞いてほしいです、はい。ただノリだけの音楽じゃなくて、はい、自分とか、まあ、リッキーダディダディとかその辺の人間たちの、曲って心に伝わる音楽を作ってるんで聞いてほしいです、はいはい。じゃあ最後に自身の名前よろしくみたいな。はい、ジゴロジャック、Z56 ジャックで。ジゴロジャックジャック、はい、よろしくお願いします。Z56、はい、じゃあ今日は貴重な、はい、ヒップホップの業界の話だったりとか、まあ、あれたまにこうやってかかってくるんで、はい、あ、これリッキーさん、はい、聞いてみますか。はい、お疲れ。スピーカーにしてもごめん、今さ、ちょっとスピーカーするのようにだ。今さ、リアルタイムでこれちょっとリアルタイム。じゃあ今たまたまリッキーの話してたんだよね、撮影してんの今。YouTube 撮影してる。あ、マジでリアルに今撮影中だよリッキー、ごめん。 YouTube お前またいで撮影みたいな。いや、あのリッキーダディダディの曲も聴いてって言ってるから大丈夫、うん。あのなんかあのそれ暴走族系のあれだからさ。始める？いや、行かないで。
いや違うんだ、次のビデオ出してからってのが、まあ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 、後で、じゃあちょっと後で、さっきの仕事の話もあるから後で折り返す、うん、すいません、ありますすごいね、さっきから来る前に出すばかりもう来ないんですね。まあ本当にさっきの話題これ声入っちゃってましたよ、多分使えるところだけ使ってくれ、多分、音、声分かってるでしょ。俺の話、じゃあ広めといてよ、ここで来たんで、あのチャンネルでも今本当に、実際に本当に電話なってるようにじゃん、リッキーさんからかかってきましたね。はい、はい、まあそういった感じですね、まあ、そのままでしょ、でしょ本当です、そのままでしょ、ね、俺の、まあ多分本音聞いたことがあると思うんですけど俺の声に近づいてますよ。そうですね、まあ、逆にそういった感じですね、はい、本当にもうリアルな感じの付き合いがある、はい、うん、ジャックさんですね。結構常に一緒にいますね、はい、もう通な感じでしたよ ね、 ですね、まあ、はい、まあ、そういった感じですね、まあ、カメラ終わってからちょっといろいろとヒップホップ業界のことを聞かせてもらいますんで、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。